堀本さんさ、ゆる言語学ラジオで大学の教授とかをお招きするときに、先生のエピソードに対してさ、賢っとかって言うね、言うことあるじゃん。鈴木俊孝先生いらっしゃったときとかね、巧みな実験設計とかをお話しされてたときに、うわー賢っ、思いつくのすごーって言ってましたね。はい、まあ、あれは聞くたびにヒヤヒヤするんですよ。そうっすか、はい、褒めてるのに。っていうのもこのブレーゴ辞典というね、まあ、辞典がありまして、これはその悪口とかが載せてるというよりは、この言葉もしかしたら相手が無礼だと取るかもしれないですよっていう、なるほどね、まあ、だからちょっと危ないかもしれない、はいはい、要注意単語リストみたいなを載っけた時点があるんですけど、ここの賢いってところ見るとですね、まあ賢いって頭がいいよっていう評価じゃないですか、でこの評価は上から下に対して行うものであるため、目上の人に対して賢いというのは失礼って書いてあるんですよね、だからこの記述に載っとると、堀本さんは来た監修の先生とか言語学者とかを評価している、ことになるので、ちょっと失礼になりかねない、人によっては気になるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、僕天井人だから、まあ、評価しても問題ないという説はありますけど。あ、そうなんですか。非引用数いくつぐらいですか。非引用数ゼロです。物の見事にゼロです。 H 指数もゼロですよ。ゼロっていうか H 指数って何。H 指数は堀本さんが10回引用される論文を10個書いたら10です。はい、はい、だから高めるのがめっちゃむずい。堀本さんが高い100回引用された論文を1個と、他全部1回しか引用されてない論文があったとしたら1です。ああ、なるほどなるほど。だから最小値を取るみたいなやつかな。そんな感じだと思います、その決まり方として。はいはいはい。ゼロです。え、なかなか説明させといてなんですが、ゼロです。そうですよね。で、天井人。天井人ではあるんでね。あ、そうなんですか。生まれた瞬間から天井天下優雅独尊って言いながら生まれたらしいんで。あ、そうなんですか。っていうのは、まあ、あの完全な冗談なんですけど、はい、まあ、おっしゃる通りで、僕も言ってて、変だなとは思ってました。賢っていうのを偉そうだな、俺ちょっと、とは思ってましたね。あ、そうなんだ。違和感あった。思ってた思ってた。もちろん、コメント欄でも結構ご指摘いただいてるからよく。偉そうかっていうタイムスタンプよく押されてる。22分35秒、こいつ偉そうだなって、よく言われてるので、偉そうだな俺って思いながら言ってます。改めはしない。やっぱさ、聞きやすいじゃん、頭いいことを言った時に、賢っとか頭よとか言ってると聞きやすいじゃん。言い換え、角が立たないような言い方ありますよ。言い換え書いてあります。はい、言い換えとしてはですね、指導していただきたい、学ぶところが多いなどとすれば、聞きづらい聞きづらい評価に、はいはいはい、聞きづらいって、ゲストの先生が、鈴木先生がこう、あの始終からこういう風にして、こういう風に実験したらちゃんとこう結果が出ましたって言ったら、僕も先生に指導していただきたいですね。あー、すごい聞きやすい。聞きやすいか、入ってこなくないそれ。いや、でももう一個ありますか。はいはい、学ぶところが多い。いや、なんかね、さあやってみましょう。真面目だな。こういう風にね、実験しました。そしたらちゃんとで結果出ました。学ぶところが多いですね。NHK にならん。全然ゆる言語学ラジオじゃないよこれ。あ、そっかそっか。でも他にもいろいろ言い換え載ってますから、外博な文学の知識。外博とかね、やっぱりね。外博、はい、だ、先生が喋った後に外博って。あ、ちょっといいじゃん、外博はちょっといいね。あ、 そっちか正解。例えば丸山先生が来て、でコーパスこういう風に設計したらうまくいくってことでこうしましたって言ったら、外博本当か。そんなラジオある。ちょっと知らないですね僕。ということですね、今回は、ブレーゴ辞典の考古関係となっております。あ、考古関係なんですね。はい、あ、ありがたい、ありがとうございます。いつも大衆館書店様ですね、これは。大衆館さんですね、ジーニアスとかでもね、いつも広告出稿していただいて本当にありがとうございます。はい、こちらからまあこれの紹介をしてくれというふうに言われまして、いや、我々にこれの広告関係依頼してくるって大衆館さん賢いですね。おいおい、あ、間違えました。大衆館さん、外博。大衆館さん外博。学問知識とかが多いことを指してるんだね、外博とかね。あ、違うんですね、知識とかがね。大衆館様にはこれからもご指導していただきたいですね。そう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 、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。はい、こういうことだね。そういうことです、そういうことです。あ、よかったよかった。なんか使い方合ってんのかな。わかんないけど、まあ、今回はですね、この、まあ、ブレーゴ辞典っていう、まあ、辞典のね案件をいただいたということで、我々の、あ、これブレーになっちゃったかもエピソード、はいはいはい、これをこう喋りながらこの辞典をこう引いていくという、そういう回にしたいと思っております。ブレーゴ辞典を時々使いながらブレイトークをするっていう回ですね。まあ、どうせお前いっぱいあるだろ、喋れよ。ブレーだな、早速ブレーだな。でも俺全然そんなブレーなこと言ってないっすけどね。あ、そうですか。
あんまりゆる言語学ラジオでは無礼を働いた記憶はほとんどないですね。あれ賢って先生に言ったりとか、まあ多分違いますけど、うん、あれですよね、堀田先生、はいはい、英語史の、ね、英語史の先生がいらっしゃった時にこういうものの綴りを515通りかなんか数え上げて、うん、こんだけ見つけたリスト作ったんですよみたいなことをおっしゃってる時に、はいはい、え先生暇なんですかって聞いたんですけど、あれとかセーフですね。いやもっとアウトだろ、ギリギリセーフですね。いや賢いよりもアウトですって。じゃあ引いてみましょうか。暇は乗ってないでしょ多分。だって絶対ブレってわかるもんそれは。暇乗ってないかな、うん、聞く時間が無駄だわ。え乗ってる、ええ乗ってるわ、いけ。暇175ページ、はい、お暇な時にご覧ください、あというような扱い方は軽視、はい、に当たると、うんうん、特にすることがない時間が相手にあるのを想定した言い方失礼だと感じる人もいる、うん、また暇は砕けた話し言葉で使われる言葉で、おをつけても軽い印象があるので、うん、お暇な時には相手への配慮になっていない、うん、という感じですね。おいおいおい乗ってるよ、ほら乗ってるよ、乗ってました。無礼者はあの暇は普通の語彙だからさすがに乗ってねえだろうと思って、うん、ほら乗ってないからセーフって言い張るっていう芸をやろうと思ったんですけど、はい、あの乗ってたので破綻しましたね。アウツです。はい、全然アウツです。あちゃー、これ狙いと違ったな、はい、マジか。一応言い換えとしてはだから時間があるとか、うん、お手すきみたいな言葉を使って、お手すきの折にはぜひおいでくださいとか、うんね、時間がある時に確認お願いできますかみたいになってますね。お暇な時にはちょっと良くないのか。僕あんまりさすがに上司にお暇な時にご覧くださいっていうことはないですけど、やっちゃう人もいるってことですよね。いるでしょうね多分ね。僕でもちゃんと堀田先生にはお暇と言わずに暇なんですか、うん、ってことで、ね、もうつけてないですからちゃんとやりました。そこは余計にアウトです。余計にアウトです。水野さんはどうですか、無礼なことやっちゃったなみたいな思い出ありますか。ありますね。恥ずかしいことに社会人1年目の話なんですけど、ありそう。社会人1年目っていろんな失敗するよな。森本さんって社会人1年目の時どんな失敗した？僕は社会人1年目の時ね、決算してみたら利益がマイナス70万だったっていう失敗をしましたね。知識級のいきなり知識級のやつ出ましたね。そうですね、食っていけないなってなりました。僕そこまで大きくはないんですけど、うん、会社に入社した時に電話研修っていうね、うん、まあ、研修があったんですよ。よくあるよね、はい、オフィスに電話があるので、はいはい、これそれを取った時に失礼にならないような研修をすると、はいはい、まあ、その研修っていうのが、うん、教えてもらってまずどういう風にやるんだよっていうの、うん、でその後にその講師の人がかけてくると、うん、でそれを取って応対するっていうのをみんなの前でやらされるっていう、うんうん、そういう仕組みの研修だったんです、うんうん、で僕はとはいえ実は大学生の頃に塾のバイトしていたので、はいはい、電話取ったりかけたりすることがあるから、うん、得意だよと、うんうん、逆にそれ経験ない同期もいたので、まあまあまあ見とけよ俺の勇姿をよと調子こいてるね、はい、思ってました、はいはい、でまあ講師の方もさ、学ばせた内容をこう定着させるためにさ、うん、ちょっとこう凝ったやつを演じてくるのよね。はあ、普通の問い合わせじゃなくて、はいはいはい、ああ、あるねそういうのね。まあ、例えばだけど、だからあの社長出してみたいな、社長俺友達だからみたいな感じでかけてきた時にどう対応するかとか、はいはい、そういうのあるじゃん。難しいじゃん、うん、はいはいはい。で俺の場合はですね、うん、先方が名前を名乗りたがらないという、はー、そういうケースだったんですね、はいはいはい、名乗らずにかけてきて、はいはい、で誰々さんいますかって言われたので、うん、聞かなきゃいけないと、名前を、うん、今までそんな経験なかったんですよ、まあ、塾にね電話かけてきてね、うん、誰々先生くださいっつって、うん、あ、お名前伺ってもいいですか、いやいいから出してください、そんな怖い親御さんいないよね。そうですね、あとね、どちらかというと塾の場合だとさ、かける相手がいたらまず名前は表示されてるし、うん、先生出せってよりは保護者の方とかからかかってくると、はいはい、何さんですかってまあ聞くからさ、うん、そうだね、まあ、絶対その漏れがないわけだけど、ね、聞いてもこうモニョモニョ聞き取りづらい声でなんか言うみたいな、なんか何々すみませんもう一度みたいなこと言うと、うんみたいなこと言ってくるみたいな、やらしいことしてくるんですよ。困るねてか、 その講師の人結構レベル高いこと要求してくるな、ね、新入社員に。そうですね、うん、で僕、あ、これ名前じゃ丁寧にちゃんと明示的に聞かなきゃいけないやつだみたいな風に思って、うん、まあ、最初はさ聞き逃した、あ、すいませんもう一度みたいなことを言ってたんだけど、うん、なんかごまかされたから、うん、あ、ちゃんとじゃ正確に名前聞こうと思って、うん、すいません失礼ですが何様でしょうかって聞いちゃって評価が地に落ちましたそりゃそうだろ、お前だよ何様なのでも一応何様でしょうかって言ったよ。はいはい、アクセントの位置がね、うん、はいはいはい、うんでフォローになってないけど、まあ何様でしょうかよりはマシですよね。みんなの前で大恥かきました。何様でしょうかそれはそれですいませんが何様でしょうかって言って
アホだな、リズムをってなって。いやでも自然言語難しいね。そうなんですよ、これ正解はね、うん、どちら様でしょうか、はいはい、ですけれども でもお名前は何ですかとは言うけど、うんね、お名前はどちらですかとは言わないわけで、言わないですね、ってことはこれ難しいな。そうなんですよ、うん、しょうがないじゃん、うん、何様って聞いて、何様って聞いて、そうっすね、敬意を込めて言いました。運用補足が難しすぎるよね、うん、だから質問 XX 様みたいな聞き方だったら間違いようないから、うん、これで行くべきですよね、うんうん、どれで行くべきどれで行くべきなのそれ。質問 XX 様X を当てはまる、 X に当てはまるものの答えを命令してるやんあ、これ無礼だな、無礼、結果無礼だな、うん、難しいね、うん、日本語の運用が難しすぎるのが問題、ね、それもあるでしょうね。なんかさ、今の水野さんのやつコテコテの失敗で、なんていうの、サンマ御殿みたいなやつで取り上げられるよね、こういうやつなんかよくあるのとさ、社内の人に3はつけなくていいよみたいな、うん、あの山田課長を出してくださいって言われた時に、あ、山田は今外しておりましてっていうのが正解で、うん、はい、山田さんはとか課長はとか言っちゃいけないよって習ったやつが、社内で山田お電話ですって言ったみたいなあ、面白いね、みたいなやつあるじゃんよく、はいはい、でもあれ聞くたびに、いやそれ笑い話にされてるけど、日本語の運用が難しすぎないっていう気が今してきた。マジでそうですよ本当に、うん、まあ無礼じゃないってことですね、そうすると無礼だと思いますけどね何様ですかはかなり無礼だと思いますけど、乗ってんかな、何様、さすがにないでしょ、ないだろそれは、そんな引っかかるやつおらんやろ。だって多分でも悩んだ時に引くんだもんね。そう、ないですね、乗ってないか、ないですけど、まあ学習者の方とか結構これ難しいんじゃないですかね。そうだね、お名前はどちらですかとは言わないけど、うんうん、どちら様が正しいですよとか。でも今さ、何様引こうと思ってな見てたらさ、なるほど出てきたわ。あー、これね、この問題あるよな、あるよね、なるほど、人によっては無礼に取られるっていうやつね。言われたわ、俺も会社の中で言われましたね。ね、目上の人にはあんまり使わない方がいいよって言われるよね、今だにね、うんうんうん、ただあんまりないんですよね、なるほどに相当する表現がね、うん、だからあれじゃない、なるほどですねじゃない、出たなるほどですね、これもよくねツイッターとかで気になるなって言ってる人いるよね。そう、面白いよね、なるほどだと無礼かもしれないと思ってですをつけた、うん、さらにまあ同意とかを示すような終了詞もつけてるのに、ね、一層無礼に聞こえるっていう、うん、だって、うんうん、味足してるわけじゃん、敬語の味を足してるわけだ。そうだね。なのに食べた人が味薄いって言ってる感覚だから、これ不思議ですよね。不思議だね。うん、なんかなるほどですねに怒ってる人って、その目下の人になるほどって言われても苛立つのか気になるね。ああ、確かに。どうなんだろうね。それはいいのかな。だからなるほど XX 腹が立つ X に当てはまるものを答えよう。ただし正解がないは空欄とする。そうですね。でやった時に空欄で返ってくるのかどうかっていうのも気になりますね。そうですね、確かにね、うん、なんでそんな聞き方するのかわからんけど普通に聞いたらええやん。なるほどの言い換え何が載ってんだろう。我が意を得たりとかやっぱあ、いいそれ、ね、それ、え、水野さんホニャララって実はホニャララなんですよ。あ、でも目上の人が椅子できたら、うん、あ、そうか、うん、上司だとしてさ、水野ちょっと来なさい。はいはいはい、はい、最近な、なんとかさんからホニャララって意見上がってたな。お前何々した方がいいぞもっと。我が意を得たい怖いね、うぬを言うことあ、なるほどよりだいぶ上から来てますだいぶ上、うん、そダメですね、我が意を得たい、賢いねあ、その声なんなのどのキャラクターなんそれ。なるほどのね、言い換えはね、うん、はい、いや、 A、あとおっしゃる通りですね。あ、おっしゃる通りね、うん、これあるよ、おっしゃる通りね、何回も言うとねくどいんですよ。そうだね、だからもうこれってなるほどとかじゃなくてね、うん、僕あの会社員やってるんでこの辺のそのスキル高いので、はいはい、堀本さんに言うとはーが正解ですもうあ、抜いた声でね、はー、確かに目立たないもんね。エクトプラズムが起きたみたいな感じで言いましょう。口からね、霊魂が出ていく。はぁはぁ、これが正解です。はい、なるほど、はい。なるほどの言い換えはエクトプラズム。はい、いい学びですね。そうだ、急に今記憶フラッシュバックしたわ。俺、はい、塾の先生やっててさ、大学生の時、うん、当時の上司に言われたのが、やっぱお金出すの保護者だから、うん、親御さんに気に入られないと意味ない。だいぶ明け透けに言ってんな、おい。だから親御さんに気に入られるお母さんがやっぱり、そんなわけないだろ、そんなふうに言ってなかっただろ言ってないっす、僕が勝手にパンチラインを出しました
ただこいつすぐ味足すんだよマジで提供前に。そうなの、なんでスパイス足すの。スパイスもメガ盛りにして化学調味料の味しかしなくして出してる。あれじゃ正確には保護者さんにも気に入られるようにするんだぞ保護者さんにも怒られ、ね、あの愛されるようになれようでしょ。そうっすね、あのもっと正確に多分ニュアンスを言うと、はい、あの親御さんといっぱいコミュニケーションを取っておくと塾講師としてはとてもやりやすくなって、あ、はいはい、まあ、夏期講習とかのねお子さんに適したセレクトプランとかで追加料金が発生しちゃう気まずいなみたいな時も仲良ければ気楽に言い出しやすいし、スパイスモードオン親御さんが金出すんだからそこに気に入られないと意味がないよって言ってました。なるほどなるほど、実際とはかなりかけ離れてたなはいはい、まあ、あのっていうことを言われて、うん、要は親御さんに気に入られなさいと、うん、で特に僕の勤務先だと少なくともお母様がいらっしゃることが非常に多かったので、はい、そのお母様方に気に入られるための方法を上司が教えてくれたんですよ、うん、はい、マジックワードがあるよと、君らよりお母さんの方が年上だから、うん、そのこいつ可愛いなって思われなさいと、だからおっしゃる通りですって心から同意するっていうのと、うん、あともっと効果あるのは勉強になります。ああはいはい。なるほど勉強になりますって言って、うん、なんかメモとか始めちゃうとかなり可愛げあるやつになるので、うんうんうん、これマジックワードとしてどんどん使っていきなさいって言われて、僕それに対してノータイムで勉強になりますって返したらおちょくってんのかって言われて怒られました。すぐ使ったらブレーらしいです、どうやら実践の ね今いいチャンスだと思ってすぐ言ったんですけどね、はいはい、あでも俺そういう確かにワード大学生の頃ちょっと抑えようとしたことあって、うん、やっぱ工学のためにとかやっぱ、うん、あーいいね思いますよね、なんか偉いなって感じするね、工学のために伺ってもよろしいですか、うん、とか言うと、そう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 、工学のためにはだいぶ使うようになりましたね、うん、いいですね、はい、ちなみに、うん、さっきそのなるほどに変わる言葉としてエクトプラズム紹介しましたけれども、はいはい、言葉じゃないけどね、はい、まあ僕社会人、うん、もう今中堅と言われますが若手の頃とかね、うん、もう年がら年中怒られている、うん、ポコサラリーマンだったんですね、はいはいはい、もう謝り方 もうだいぶ上手くなっているんですね、うんうん、だからすいませんとか、うん、もう申し訳ないですとか言ってももう効果がなくなったと、うんうん、てか申し訳ないですっていうの変じゃない、怒られてありがとうございますとか、え怒られた時に、あ怒られた時か、うん、怒られた時、あ怒られた時じゃないそんな末端ポンコツ会社員がそんな怒っていただくことなんかないですよ、上司の方に。そうなんですね、はい、なるほどなるほど、年がら年中怒られて今、はいはい、怒られているので、はいはい、年がら年中怒られているに俺聞いちゃったからずっと注意をされていたり、ね、叱責されているんですけれども、はいはい、ね、そごめんなさいとか言ってももうダメだった時に、うん、まあ、堀本さん多分知らないと思うんですよね、この生き延び方、うん、社会人として、うん、ああそうだね、俺あんま怒られたことないわ、はい、正解はですね、うん、あの靴のあたりを見ながらです、はい、あんた息吐いたり吸ったり忙しいねそうはあってやったり、なんか指摘を受けてあの怒られてって言って、で、はいはい、次回からこういう風にするんだぞって言ったら、はぁーって言うっていう。息吸って吐いてるだけじゃねえか。インアウトによって。まあ、息を吸う吐くこと、あうんと言いますけど、あうんだけでも、会社に3年間ぐらいやる、ね。なるほどね。霊魂を入れて出して、入れて出して、はい、繰り返して。ポイントは足元見ることです。あのそこぐらいまで目線落とさないと、やっぱり。上向いてる感を出さない。ダメです。うん、全然ダメです。もう謝罪検定5級、それ。はい、でも確かに首の角度大事だね。首の角度ね。ブレー語とかっていうよりね、首の角度でテンション決まるもんね、結構。そうなんですね。結局、堀本さんなんて全然もう僕からすると、うん、どう見ても謝ってない首ですから。もう謝ってる首と謝ってない首がある。僕ぐらいやっぱり可動がしっかりとこう、するように。あ、なるほどね。可動域が違いんですね。全然。鶏やん。修羅場を超えたことないや、首、君のは。そんなもん自信持って言うな。こう。なるほどね。ちょい怒られるときはこれで。はいはい、ああ確かにそうした。ああですから。赤べこみたいになってます、ね。そうっす。はい。新社会人の方見てる。会社員ってこういう感じよ。勇気もらえるね、でもね。そんな感じで謝って水野さんも生き延びてきたんだなって思う、ね。あ、そうですよ、もう。うん。怒られてばっかりです。だってあの、会社員として必要な、うん、考えて仕事するができないですか。そうかな。してるんじゃないのかな、頭使ってないから、頭使ってないから謝ってどうにかしてるわけです。あの僕だから何回も言ってますけど、一番好きな業務は勤怠管理なんで、一日中本当は勤怠管理したいですから僕。 AI に代替されるな、はい、謝罪で思い出したのがさ、はい、大学生の時の先輩が、うん、僕の1個上、僕が1年生の時の2年生の先輩が、うん、さらに2個上4年生の先輩をガチギレさせる事件があって、はい、すげえ怒られてたの、うん、ですげえ怒られてる、かわいそうだなこの先輩と思いながら見てたんだけど、こうちゃんと首の角度それこそ下げて、うん、はいはいってやってて、うん、でその人も体育会だったのよ、うん、だから謝り方うまいなと思ったんだけど、最後何々だからなって言われた後に、はいすいませんねって言ったら、うん、なんか怒り10倍ぐらいになって、うんうんうん、なんだその口の利き方は、うん、すいませんねじゃないだろうって言われて、あ
言葉尻難しいと思って、うん、すみませんねはダメなんだね、マジマジギレしてる相手に。え、言うのすみませんねって。いや俺も言わないなと思って、だからあれ確かに、ね、確かに変だなと思って、うん、でもそういう人も悪気はないと思うのよ。方言とかの話もあるからね。そうだね、うん、そうなんかだからそこまでの所作上手にできてたから、うん、あと最後の決めだけ、うん、申し訳ございませんって決められればよかったのに、うん、すいませんねってなんか軽いノリのやつ間違えて出しちゃった切るカード間違えたんだと思う多分そんなアホなことすっかなあれ不思議だな今考えると。確かにね、 なんで「すいませんね」って言ったんだろうな。でも火に油注ぎそうですねそれは。そうでもなんかめちゃくちゃ怒られ3倍みたいになって、うん、なんかまたそこからどんどん怒られててかわいそうだなって思ったよねうわその決め間違えた話もいっぱいあるわ俺なんぼでもある。あ、やっぱフィニッシュが難しいんだ謝罪って。結構一流謝りやなんで謝りやってなんだよだいぶ謝ってますね。だいぶ謝ってきてるから、はい、決め間違えることあるの？ありますよ。あ、そうなんだ。俺はあんまりその覚えないな。その僕逆に日本語の知識が行き過ぎて決めすぎて怒られたことあります。どういうこと？待って、話やめろ。決めすぎて、じゃあ聞かせて、何？決めすぎて、決めすぎて怒られることはないでしょ。だってこれなぁ今日も本当にインターネットとかには出さないでくださいね。はいはいはい、絶対出さないです。リモートワーク期間中、コロナ期間中に在宅勤務をしていて、うんはいはい、でそれでその怒られると、うんが使えないんですよ。あーそうか、もっとはっきり喋んないと。まあ今もボイスメモ送ればよかったかもしれないですけど。いや送んなふざけてる録音して送ってきたらふざけてる感じ。そうだから怒られた後の返しって枯渇していくんですよ、うん、そうだね。以後気をつけますとか、うん、反省しますとか、うん、申し訳ございませんとか、うんうん、でこれ俺別に本心として本当に申し訳ないと思ってるから、うんうん、ちゃんと謝りたいんです、うんうん、でだけどずっと以後気をつけますだけ送ってると芸がないなと思ったので、うん、ある時怒られた後に猛省しますって言ったんですよ、うんうん、いいじゃない。そしたら俺そのちょいミスに猛省しますって言ったせいでお前、ね、その言葉を全然もう重みを考えずに、はいはいはい、とりあえずなんとなく送ったんだろって言って、はいはいはい、めちゃくちゃ怒られました。わー難しい。でも確かに猛省は結構やべえ出来事に対してだね、うん、相当でかいミスに対して使わないといけなくて、うん、多分なんかちょっと2分遅刻したとかに対して猛省しますはやばいね。そうなんですよ。でも心の底から謝りたいことと、うん、その謝り屋としてのその質を高めたいっていうね、はいはい、ちゃんと謝るにしてもちゃんと、反省してるってことを伝えたいと思った結果、うん、選んだ言葉が過剰すぎて逆にしらけることによって怒られるっていうことがありましたね。過ぎたるはなお及ばざるがごとしみたいな話かもねこれね。そうなんです。だから僕リモートワーク開けた時に、うん、めっちゃ嬉しかったんですよね、うん、対面で怒られるわって。すっか使えるようになった。そう、まあ、100人力ずっとね、対面で怒ってこれるんですか。ありがとうございます。ド M 出社して怒られる。出社して怒られた方が嬉しいんだね。あ、全然。でもそれはそうか、俺も電話で怒られるより全然いいわ、うん、対面で怒られる方が。テキストも怖いよ。テキストの怒られも、テキスト怖いね、うん、だってどんぐらい怒ってるか分かんないの。テキスト一番怖いかも。どんぐらい怒ってるかが分かんないから、うん、全部基本的にその上司からの連絡とかだとさ、うん、LINE とかだとしても丸とか点で来るから、そうだね、そうするとどれぐらい怒ってるか分かんないよ、うん、だからそれで火力調整を間違えて猛省しますを送っちゃうことが起きるから、ね、以降謝りをマックスまで上げるのも危険だっていう判断なわけですよ、うんね、で中間だと語彙がそんなに多くないみたいな、うんうんうん、このトレードオフが僕の在宅勤務を悩ましたんですけど、うん、出社した瞬間にやっぱ対面怒られいただけるのではいはい、はい、もう本当にちゃんと相手の、ね、怒りゲージがもう分かってるから、お、今日は70ぐらいの語彙を出せばいいんだな。そうそうそう、やってるわけですね。久しぶりに出社して怒られた時ちょっと笑っちゃいましたもんねダメだろ、一番怒られるのそれが心の中でね、心の中で、ね、いやヘラヘラはしてないですよ。でも、うん、そう、あ、そう、これ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 じゃないとやっぱきついなってなった覚えはありますね。いやー、この話使わないでよかった危ねー、絶対放送されないようにしておこう。ちなみにゆる言語学ラジオの編集昔からずっとやってくれてる大輝くん、はい、大輝くん怒られてるとヘラヘラしてるらしくてやつダメだファミレスでバイトしてる時にめちゃくちゃキレてるお客さんが、おいポテトなんとか冷てえぞってキレてる人に、大変申し訳ございませんってニコニコしながら接客してねぶち切れられたらしいっすあいつだから肝座ってるように見えるんだそうなの、全然動じないもんね。そうなの、あいつめちゃくちゃ怒られてるのヘラヘラしてんの、うん、ずぶといね。大丈夫かよマジでよ大輝お前しっかりせえよ僕からは電話先の相手に対して、うん、失礼ですが何様ですかって聞いちゃったっていう話あげましたけど、はいはい、うん、堀本さんがその無礼にしてしまったエピソードなんかありますか。はいはい、
僕も昔の話、はい、大学1年生の時にさ初めて上京してきてさ、うん、初めて一人暮らしする時にさ俺京王生限定のアパートに住んだの、うんうん、たまにあるじゃんそういう条件付きの下 宿、ね、はい、下宿って言っていいのかなあれ普通のアパートだったんだけど、あ、そうなんだ、うん、普通のアパートなんだけど大家さんの方針で慶応の学生にしか貸さないみたいな、うん、すごいですねみたいなのがあって、まあ多分過去のデータなんでしょうね、はい、いろんな人に貸すよりこれ立地的に慶応生だけに貸してた方がニーズもあるし面倒事も少ないぞってなったんじゃないかな、はいはい、あ、そうか、今喋って気づいたけどあれか、学生だけに貸し続けるといいサイクルがあるのか、卒業と入学があるから、ね、うんうん、ややこしい半年の空白期間とかなくなるのか、まあですし俺のイメージだと慶応の学生だったらまあ最終的に親がちゃんと払ってくれるんじゃないかとか、ね、そうだね、家賃滞納もないみたいな、なんかビジネス的に多分何年かやってたらこれだってなったんでしょうね、かまあ心意気かかもわかんないね、うん、まあ今考えるとだからすごいすごい大家さんの戦術だったなってなるんですけど、うん、まあ、当時一人暮らし初めてだからあんま僕それもピンときてなくて、うん、なんかそういうこともあるのかと思ってその家借りたんだけどさ、不動産屋の人に言われたのが大家さん家に挨拶行ってくださいと、うん、引っ越しと同時に一回挨拶してくれっていう方針の大家さんなのでピンポン押して挨拶してくださいって言われて、そういうもんなのかって思ったの、うん、俺当時、はい、そういうもんじゃないじゃん、でも俺は行ったことないかも、大家さんに挨拶って基本行かないですよ ね、 そうですね今ね、はい、俺もそれの時以外一回も行ったことないんじゃないかな、うんうん、なんだけどその時は隣に住んでるから大家さんのとこ行ってくださいって言われて行ったのね。で、あの大学1年生とはいえ何かを持ってかなきゃいけないなっていう感覚はあったの。あ、偉いじゃないですか。だからなんか菓子折りは買ってったの、はい、で菓子折りは持ったからもう安心だと思って、うん、もうミスることないだろうと思ってピンポン押してさ、あの隣のなんとかの10何号室に越してきました堀本ですって言ったら、あーはいはい開けていいよって言われて玄関ガチャッと開けて入ったんですよ、うん、したらザ金持ちの家でさ、へえ、すげえ虎川の絨毯が敷いてあってで広い玄関でなんか金持ちそうな初老の男性が出てきてさ、うん、あ、よろしくお願いしますねって言われたので、俺玄関で靴脱いでちょっと入ろうとしてたの、うん、そしたら、あ、入るんだって言われて、うん、あ、入んないんだってなっていや、むずいむずい、それはめっちゃむずいな、これさ、いやいや、でも今になって思うと、いや玄関先で済ませるの確かにと思って、そのドア開けて、そのなんていうの、わかる、その靴脱ぐスペース広めのとこあるじゃん、うん、そこから出ないで菓子折り渡して終わりだなって大人になってからの感覚だとそうじゃん。へえ、いやいや、俺やったことないから全然わかんないよ。本当に、うん、家入ってっちゃう。え、だってさ、開けていいよって言われたんでしょ。そう、あ、ドア開けていいよって言われて、なんか仮にその対応にするんだったら、うんうん、その主人が玄関まで出てきてドアを開けてそこでやり取りすればいいじゃん。 そこイージーだよね、うん、そのパターンだったらイージーなんだけど、その時はその靴脱ぐとこまでは来ちゃってたから、うん、そこからそのせいで難しかったんだね多分ね。あ、靴脱ぐとこまでは迎えに来ていたんだ、うん、あ、そうそうそう、はいはいはい、だから靴脱ぐとこまでは俺が入ってって、あ、で堀本さんガチャって入った後に、あ、なんか上がる感じだと思って靴脱いで上がろうとしたら、あの友達ん家とかに呼ばれた時ってそうじゃん。そうだね、うん、ドア開けていいよって言われたらガチャって開けてそのまま靴脱いで友達ん家上がるじゃん、ね、上がりますね。その感覚でいて、そのむずいむずい靴脱ぐとこに来て靴脱いでたら、うん、あ、入る感じなんだみたいな感じになっておい入んない感じなんだってなってさっきますすごい気まずかった。え、結局、うん、ちゃんとそこで、まあ、ある意味門前払いされた、そのだから、うん、あ、そう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 、中に入ってお茶出してもらうみたいなレベルまでいかなくて、あ、よかったね。あ、そうだから、なんかその人もねすごいその上品な方だったから、うん、なんか「おお上がります?」みたいな、うん、みたいな感じなわけよ。さすがに俺それは察するから、うん、ああ上がらないですってなってついつい靴がなんか痒くて痒くてみたいなそこまでいけたらよかったな、そんだけひょうきんだったらよかったんだけど、当時の僕そこまでずぶとくないからね、やっぱああ上がんないですってなって、すいませんってなってあのなんかそそくさと菓子折りだけ渡して、よろしくお願いします。そのリカバリーで、うん、あ、これって上がんないもんなんですかみたいな、うん、僕初めてなんで全然分かんなかったですみたいな感じじゃないんだ。そっちの方が可愛げあるよね今考えると、ね、勉強になりますって言ってそうね、マジックアートだからね、それ、うん、いや僕そこまでなんかずぶとくできないというか、わたわたしちゃった、わたわたしちゃうから、あーすいませんあーすいません、よろしくお願いします全然あれ難しかったね、うん、難しいねそれはね、その正しい振る舞い、マナーって難しいんだなっていうのめちゃくちゃ思いましたね。そうっすね。ということで、ブレーゴ辞典を引くとしたら今の話は何を引けばいいんですか。ないないない、靴ないもしかしてこの問題はブレーゴ時点で解決しない、語がなかったですからね、シチュエーションの話なんでね。そうか、語彙の話しなきゃダメなのか、語彙の話しないとダメなんですよ。ただブレーになっちゃった話してもしょうがないですよ堀本さん、知ってました。あ、難しいですね、難しくないですよ要求されてることは全然難しくないです。あ、でもね、はい、その方
はい、その大家さんも多分60代後半とかだったと思うんですけど、うん、かくしゃくとした身のこなしに驚きました。かくしゃくな年を取っていても ね非常に元気で元気だっていうことですね、はい、おパラパラめくったら出てきたんですけど、かくしゃくは言っちゃいけないやつですね。あ、評価するから語として入っている。そうですね、これ年齢を評価しちゃってるから、うんうん、相手が年を取ってるっていう、老年になってもという前提が入るのであんまり良くない。そうなんだ。なんか年老いてもなおかくしゃくだとかって普通に聞きますけど、まあそれだから第三者で言ってるからいいんでしょうね。あ、なんか直接本人に言うことじゃないよ。自分ちのばあちゃんに対して俺言ったりするけど、うちのばあちゃんかくしゃくだよって。ああ、うん、まあでも身内はいいんじゃない。そうか、あのだからばあちゃんがブレだって俺に言ってくれたりしないもんね。そうそう、言うたらあの東京大学名誉教授とかのさ、うん、70代とかの方に会うときに水野さんが、あ、かくしゃくとした身のこなしされてますね、まあ、とは言わないじゃん。あ、確かにね、っていうニュアンスだよね。なるほど。かくしゃくの言い換えはね、うん、はつらつとか、あ、眼鏡とか、はい、あとパワフルとかですね。ああ、なるほどね。年関係ないですもんね。 そしたらそうですね。なるほどな。こういうこと考えていくと使える語彙どんどん減っていくね。まあ逆にこっちがありますけどね、その場合は、うん、品格語辞典っていうのがありますからね。これも大宿館様から出てるんですね。これあの無礼語辞典と同時期、ほぼ同時期に出たと思いますけれども、はいはいはい、じゃあこっち読めばまた使える語彙がいっぱいあって、あのね、これはだから褒め言葉とかのなんかかっこいい言い換えとか、うんうん、そういったものがあるので、かくしゃくとかも下手したらあるんじゃないの。あ、でもね、元気のために格尺とか出てきてますけどね、また。達者、健康。健康っていうのはあれですね、息健康の健康ですけれども。はいはい、はい。とか、双肩とか。うんうん。あ、双肩いいね。筒がないとか。双肩がパッと出ると、この人、いい語彙あるなって思わせるよね。あー、そういう話しちゃう？うん。そういう話しちゃうよ。俺が、一目置かれたすぎて、いつか言いたいと思ってる語彙とか、いっぱい集めてた時の話しちゃう。ちょっと蓄えてますか？もちろんですよ。さすがですね。はい。例えば使いたい語彙何があるんですか？おもたせとか。おもたせ？お土産ってこと？おもたせはお客さんが来て、うん、そのお客さんが持ってきた手土産をそのままその場で振る舞うことかな、うん、だからその時におもたせで恐縮ですかじゃなかったっけ。おもたせって言うんだ。ちょっと待って、待て犬か俺。あ、そうですね、うん、お客さんが持ってきた例えばお茶とかをそのままお客さんと一緒に味わう、うん、出して味わうときにお待たせで失礼ですがとか、うんうん、お待たせで恐縮ですけどって言って出すと。ああ、いいね、それいい語彙だね。へ、はい、俺今までそういう時さ、わあカステラだ、ありがとうございます、いただいちゃいますね、カステラ出しちゃっていいですかって言ってたんだけど。違う違う、バカみたいな。違いますね、許可を取るんじゃなくて、おもたせで恐縮ですか。それだわ、はい、それだわ。もう今ここで食っちゃっていいですかって言ってました。ちなみにじゃあ堀本さん、逆に招かれる側で、うん、お家行くじゃん、うん、お茶菓子とかを、うん、あるいはなんか分かんないけどご飯を振る舞ってもらったとするじゃん、はいはい、でその後すぐもう帰らなきゃいけない時に言いたい一言、うん、当然わかりますよね。はい、これ言えたら絶対差はつくなと思って、食った後にってことよね。そうです。で食った後帰るぞと、すぐに、はい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 、食べ終わりしなに恐縮ですからみたいな。そんな言葉ないか。ないですね。正解はですね、いただき立ちっていう言葉がちゃんとあって、いただき立ち、はい、発音難しい。これは食事をした後にすぐ帰ることを指していて、なのでいただき立ちで恐縮ですがと言って、あーすごい、こちらでご無礼いたしますちょっと台無しだな、後半物資出てきたから。台無しだな。帰るときはそれはご無礼ですよ。当然どこでも。水野さん、他に無礼だったなっていうものなんか思いつきます？そうですね、ゆる言語クラジオのどこかでも話したかもしれないですけど、うん、僕いまだにそのお返事が遅れて申し訳ございませんの、うん、あーやったね、その話やったわ。ダメなんっていう、うん、だって俺が出してるからね、俺が出してる返事にをつけんのなんか気持ち悪くない？でもさ、うん、おビールとかみたいな丁寧語のおがあるじゃん、うんうん、そのお言葉みたいな尊敬語のおもあるよね、うんうんうん、うん、あるある。相手が目上の人が言ってるから、その言葉はお言葉だし、うん、自分が言ってるものにお言葉とは言わないよね。そうですよね。とか、うん、お掃除とかおビールみたいな丁寧語、うん、みたいな聞いてる人に対して、うん、丁寧ですよっていう、そうだね、丁寧な言葉遣いしてますよっていう意図のものもあるよね、うん、ちょっと俺敬語怪しいけど、うん、って考えると俺のお返事は後者なんですよ、うん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 、丁寧な言葉遣いですよって、返事が遅くなりよりもお返事が遅くなりのが、うんうん、ええやん、綺麗そうっていうね、思っているんですけど、でもなんかあの話をした後コメント欄見たら、うん、確かにお返事は気になりますねって言われたから、うん、俺社会人4年間ぐらいずっとそれで相手にちょっと気にさせていたのかもと思って可能性はある、ね、あれマジ焦りましたね。オセロ全部ひっくり返ったみたいな感じでしたもんね。お返事ってことだから、ご返信じゃない？ご返信のごつけるかつけないか、
ご返信が遅くなりまして申し訳ございません。あ、でもそれもなんか別にいける気がするな。俺ね、俺だから結局ご返信返信ずっと揺れ続けていて、うん、最近は返信遅くなりまして申し訳ございませんに落ち着いた。はー、落ち着いたね。ご返信もあるかな。でもお返事の方がまあまだなんかあれだよね、堀本さんにこの話した時に、うん、お返事ってなんか子供みたいみたいな。そう、黒柳さん感がめちゃくちゃある。何それそれってあなたの感想ですよね。ひろゆき出てきちゃった。ブレーゴ、一番のブレーゴ。それってあなたの感想ですよね。乗ってますよね。乗ってないです。さすがに。さすがに乗ってます、ね。乗ってないです。うん、ひろゆきは拾ってないですね。ひろゆきを探したんですか。ひろゆきの。それってあなたの感想ですよね。ないですよ。ひろゆきも乗ってなかったです。乗ってないですよ。そりゃそうだ。まあそれはそれとして、やっぱ同様に出てくる言葉。はなんか避ける、本能的に避けてるのかもしれない。ほんとかお前、同様に出てくる言葉結構あるぞ今だいぶ。じゃあお前はいつも日常的にメールできびだんごって送ってるんだな。きびだんごって送ってるんだ。どういう論理。いや、あの桃太郎さん、桃太郎さん、桃太郎さんお腰につけたきびだんごは避けるだろうがい、避けるだろうがい。でも あんたは避けてないっていう主張だったな。じゃあその後に出てくる一つも使わないな。メールで一つって言うなよ。私にも使うのよ。あー、分悪いな。俺の方が圧倒的に、だから、あの、お返事をお待ち申し上げております。ご確認くださいは言えないね。あ、どういう出てきたのね。そうっすね、うん、きびだんごあげるからなんとか黙っていただけないでしょうか。ここはきびだんご一つでどうにか。俺猿じゃないんで、ね、ごめんなさい。まあ、ちょっとだからそれは動揺に入ってるもの全部避けてるとは言わないまでも、初めて親しんだものが動揺みたいなワードは避けたい気持ちになってんじゃないのかな。なんかきびだんごとお返事しかないってもうそんなどんぶらことかやろって多分。どんぶらことか避けますよね当然ね、うん、避けるよ。メールでどんぶらこと言わないだろお前。なんでそんな船の上から連絡してんだよ。山本様におかれましては最近ご体調どんぶらこのことかと存じますがいかがお過ごしでしょうか。聞いたことないそんな比喩。そうですね、うん、あ、じゃあごめん、後から後付けで論法つけてただけかもね、うん、お返事が俺気持ち悪いだけな気がするね。あー、すごい、今ブレイク時点パラパラめくってたら、うん、これダメなんだっていう言葉が出てきました、ね、はいはい。水野さん、なんか僕にいいアイデアプレゼンしてもらっていいですか。で、僕それ切り返すんですけど、何が悪いかっていうのを当ててください。はいはいはい、わかりました。だから一見ブレイクに思えないかもしれないような。そうだね、ものかも、ものってことですよね。そうですね、それが意外に立候されてるんですよ、ちゃんと。ゆる学徒カフェで、うん、なんか僕が、まあ、今毎日辞書をね、うん、2ページ読むみたいな日課ありますけど、うん、そのだいぶ溜まってる分があるんで、うん、イベントとして僕がその辞書をひたすら読むのを見てもらうみたいな、うんうん、はいはいはい、そんなイベントがあったらいいんじゃないですか。あ、チンプなアイディアだこれですあ、もうアウトなやつが見ましたよ、本気に。どこが悪いか分かりますか。チンプそう、ちゃんとねチンプ立候されてるんですよ。知ってる知ってる知ってる。当たり前チンプを言ってよくなることがないから。例文そのままですよ、ちゃんとチンプなアイディアだで載っていて、はい、これ言っちゃダメって書いてあります、ね、そうなんですね。ブレイゴ辞典ね、うん、いやそれダメよっていうものを立候してるケースありましてたまにね、うん、はい、僕の場合ですね49ページですね。49ページ、例文がを先に読み上げますので、はいはい、どこがまずいか考えてほしいですね、はいはい、クライアントがガタガタ言っていますダメなのそれはそれはまずいよ。クライアントって言葉あれかなちょっとなんか。ちょっとそっちじゃない、そっちじゃない。クライアントはいいんですよ。集中みたいな。ちょっとガタガタがまずい。ガタガタ言ってました、まずい。そうですね。それはまずいでしょうっていう。あ、面白いね。ブレイゴ辞典結構普通にさ、その、あ、俺ら使っちゃうかもなーってやつがあるかなと思いきや、うん、結構マジでダメな用語になってますね。でもだからさ、立候してるってことは、うん、あ、言っちゃってる人いるのかもしれない、ね。ってことなんじゃないの。うん。なんかあとね、やっぱ逆に、あ、これ無礼だったんだってものもあったりして、うん、僕一番びっくりしたのは愚直にとかね。うん。あ、愚直にってダメなのか、彼はどんな仕事にも愚直に取り組んでいるっていうのがなんか良さそうだけどね、はい、頑張ってる感ある。ひたむきに物事に取り組む様子を表して使われる向きもあるが、本来の意味からすれば褒め言葉として用いるのは適切ではないって書いてあって、その正直すぎて融通が利かないこととか、あ、そうなんだ、柔軟な対応ができないことを批判したり自らを謙遜したりする場合に使う。あいつちょっとつ盲信だぜみたいなニュアンスになっちゃうのかな。うん、だからやっぱ謙遜に使ってたのを褒め言葉に変わるっていう、まあ、こだわりとかと一緒のパターンですよね。なるほどね。あ、そう、俺もさっきパラパラ見くてさ、こだわるダメなんだっていう。こだわるもね、一つのことにとらわれてアクセスするっていうのが本来義ですよね。はー、だからそっか、じゃああんまりこだわりが強いとかってのは多分少し前までは皮肉とか抽象とかそういった時に使われていた、うん、そうか、俺ポジティブなイメージだったけどね、まあ、だからそれは多分シェフのこだわりパスタみたいな言葉がもうあの一般的に流通して、はいはいはい、自称したこだわりっていうのがもうある種のポジティブなニュアンスを帯びたっていう、だから愚直と同じような変化をたどってるんだと思います。
あ、そうか、だからそう考えると結構パラパラめくってて面白いね。そうか、これ失礼の可能性あるんだっていう気づきがありますね、うん、そうなんですよね。まあだから俺愚直にとかこだわりとか、うん、そういった言葉ってもう別にこれ使うと無礼ですよとまでは言わないと思うんですけど、うんうんうん、ってならないと思うんですけど、うん、まあ、この時点のコンセプトも多分同様だと思うんですが、うん、とはいえ気にする人がいるんだよっていうこと。そうだね。そういう可能性がある言葉だよって知っておくことは、まあ、知らないことに比べればまずマシであろうと、うん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 、でだからこの時点もこの言葉は間違いです、正しいですとかっていうようなテンションではない、はいはいはい、まあ、どちらかというとこう事前に地雷になりかねない場所を探っておきましょうっていう、うんうん、そういうようなコンセプトのものだと思いますけど ね、 そうだね。だから言葉の感度をちょっと高めたいみたいな人におすすめかもしれないですね。そうですね、はい。そんなわけで今回はブレイゴ辞典の広告案件としてブレイ話してまいりました、うん、まあ、最後にも言ったんですけどこれパラパラめくってるだけでそこそこ楽しい辞典だと思いますので皆さんよろしければお買い求めいただければ幸いでございます、はい、あと興味出たぞっていう方はついでにねこっちの品格語辞典も類書として、はい、こっちも読み比べてもらえるとね、うん、セットで楽しいかもしれないですね。はいはい、その普段使いの言葉みたいなのをまあちょっとこう品格ある、うん、大人っぽい語彙に変えると、うん、そういうコンセプトのまあだから類語辞典のコンセプティブなものだと思ってもらえればいいかもしれないですね、うんうん、そうですね、はい、こちら概要欄に購入リンクもございますし、まあ、大きめの書店とか行ったらね多分並んでると思いますので、うん、お近くの書店などでお買い求めいただくのでも結構でございます、はい、よろしければお買い求めいただければ幸いです、はい、あと最後に思ったのさこのブレイゴ辞典パラパラめくってたらさ、はい、結構例文面白いやつ出てこない？ありますね。ねえ、なんか水野さん気になったやつある、まあ、たくましいじゃないですかやっぱり。たくましいは何が僕が一番面白いと思ったのはたくましいですね。何ですか例文、7人分の扶養控除を申請するとは白雪姫もたくましいね。どういう状況？あ、白雪姫って7人の小人を扶養してたんですか？みたいですよ。扶養控除申請してるらしいですよ。はい、白雪姫どこで金稼いできてんだ？もう全然わからん。この、何この例文っていう。存在してないやん、これっていう。そうですね。白雪姫だから思ったんでしょうね。源泉徴収票見ながら。ああ、結構社会保険料とか高いやな。もうちょっと控除額増やせねえかな。そうだ、小人俺扶養してるわ、つって扶養控除申請したんでしょうね。そうでしょうね。あ、でもね、なんか似たやつあったよ。例文他にも、はいはい、だって、はい、何々なんだってっていう表現ちょっと無礼かもですよっていうのの例文が、うん、はい、きびだんご一つで頑張れよだってさあ、猿じゃん。猿か犬か分からんけど猿目線の猿かなんかがあいつきびだんご一つ私頑張れよだってさって非難してる。発球でね。ねえ、基本的にあれですか、童話の主人公を非難する例文が載ってるんですかこの本。ねえ、ちょくちょくね急に来ますからね。ちょくちょく来ますね。はい、パラパラ来てても面白いかもしれないね、うん、そうですね、そういう読み方しても面白いかもしれないですね。ちょっと遊びが入ってますね、はい、それでは引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかね、この辞典読んで面白かったポイントとか教えていただければ幸いでございます、はい、あと改めまして概要欄に購入リンクありますのでぜひそちらからお買い求めくださいということで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は1階の言語オタクによるゆるく楽しい言語トークです。できる限り裏取りをするよう心がけておりますが、不正確な内容が含まれる場合があります。テロップやコメント欄などで補足をしていきますので、適宜ご参照ください。